過去の虚勢に続くか平野紫仕様がズミルイーアップの枠を超え、サントリー広告で新たな歴史を刻む。こんにちは、皆さん。最新のエンターテイメントニュースをお伝えします。元キングプリンスのメンバーであり、現在は3人組ユニット、ナンバー、愛の一員である平野紫仕様、27、が、飲料大手サントリーの公式サイトに登場し、ミスジンソーダを手にした巨大な広告とともに注目を集めています。 これまでキンプリのメンバーとして活躍していた平野が、旧ジャニーズ事務所、ズミル・イヤップを離れてから初めての CM 出演となり、ファンたちは期待に胸を膨らませています。広告代理店関係者によれば、サントリーはかつてスマップが解散し、草号、香取慎吾、稲垣五郎が事務所を去った際にも、彼らをいち早く CM に起用した企業として知られています。その後も、草号、イエモン、 続いて、稲垣とカトリを、オールフリーの CM に起用し、現在も3人はサントリーの広告に出演し続けています。当時、ジャニーズを辞めたメンバーを CM に起用することは大胆な試みでしたが、これがきっかけで、新しい地図の3人が CM に出演する機会が広がりました。平野の CM が今話題となっていることも、その流れの一環と言えそうです。一方で、エスミルインアップ。 所属のタレントたちは最近の一連の問題により、CM 出演に苦戦している実情があります。しかし、事務所を離れた岡田純一や二宮和成などは変わらず CM 出演を続けており、その対象が際立っています。一連の旧ジャニーズ問題を懸念している企業はまだ多い。そんな中で事務所を辞めたタレントが普通に CM に出ているのを見て、まだまだず見る E アップ。からタレントが流出する可能性があるかもしれません。 と、広告関係者はコメントしています。さらに、春からはマネジメントエージェント新会社、STARTO エンターテインメントがスタートする予定ですが、これが流れを変えるきっかけとなるでしょうか。新しい興奮が待ち受けていることは確かです。広告業界において、タレントの遺跡や事務所の問題は常に注目を集めます。今回の平野仕様の新 CM は、単なる商品の宣伝だけでなく、エンターテインメント 業界全体において新たな動きを示唆しているようですねどんな未来が広がっていくのかワクワクが止まりません